外れましたそれはどうかな。まだ真犯人が決まったわけじゃないかもしれない。いやいや、もうこの画像見てくださいよ。もう最後のページでね、もうヨークが犯人に出ちゃったんですよ。まあ、今まで散々僕たちのチャンネル、いや他の考察者のチャンネルでもエッグヘッドで起きているこのミステリーの謎を解くためにたくさんの動画上げてきたと思うんですけど、もうみんな大外れですよ。まあね、まさかのヨークが真犯人だと誰が思ってました。びっくりしました。はい、まあ正直ですね、赤座役人男の中にいた裏切り者が勘十郎だったっていう時よりかはショックは小さめかなというふうには思うんですよ。まあ出会ってすぐの裏切りやからね。そうそう、あの時の勘十郎って調べたんですけども、うん、初登場からなんと7年も僕らと一緒に冒険してたんで、それはびっくりや。読者の中にも勘十郎というキャラがちゃんと浸透していたからこそ大どんでん返しになって、まあかなり驚かされたわけですよね。はい、これ面白いのはさ、あのワンピースの公式さんっていつもツイッターとかで今日の誕生日みたいなね発表してるじゃないですか。勘十郎の誕生日とかに勘十郎おめでとうって裏切りが発覚する前、もうおめでとう勘十郎、勘十郎おめでとうみたいな、早くワロクに逃げるといいねとかあったんですよ。あの発覚後、無こんな手のひら返されて誕生日祝われへんキャラ悪っていうぐらい、あの公式のやつみんなめっちゃ好きなんですよ。なるほどね。はい、で実際勘十郎はですね、黒住家のスパイではあったものの赤座役人男の役に完全になりきっていて、はい、20年も時を飛ばされたり釜ゆでで本当に死にそうになったりとか、赤座役に裏切り者なんていないよねっていう、もうイメージをめっちゃ植え付けられるわけよ。そうね、誰しもがそう思わされていました。はい、それが今回はエッグヘッド編に突入してから出てきた、まあ新キャラになるわけで、赤座役人男とはもう真逆、全員が容疑者候補として疑われてたわけですよ。そうですね。はい、まあまあ正直に言ってしまいますと、うん、そのくらいのまあ馴染みの薄いキャラたちなんですけども、はいはい、だからこそこれからがっつりとですね物語に関わっていくのではないかとも言える。そういったことで今回はヨークが真犯人として確定したんですが、はい、こんな考察をねしていこうと思います。実はサテライト全員共犯説。おー、マシュー君の上を行くみたいな考察ですね。そうなんですね。実はこの事件まだ終わっていないんです。今日はですね、考察じゃないです、推理によって本当の答えを導いていく。ほう、ちなみにバイクの中の推理って言ったらどんな探偵を想像しますか？そりゃやっぱりダン・モリヒコやろ。ダン・モリヒコ、うわ、うん、渋いですね、うん、やっぱ僕は金田一なんですけど、同じ作者同士ってことですよね。まあ確かにね。はい、じゃあちょっと真似してもらってもいいですか？終わってるやん。いやいや、これ最後のあのシーン、うん、終わってもうてますよ。それはちょっと結構似てたと思う。今、あ、そうですか。今回1077話のヨークの言葉を一言一句ちょっと思い出していってほしいんですけども、はい、ねえステラ、あたいね天理人になるんだ。ドクターベカパンクはこの世界に一人でいいよね。これは作中でも屈指の怖いシーンとなったわけですけども、このセリフを踏まえた上でですね、聞きますと、かなり怖いシーンが実は過去に存在してたんですよ。あれはわしの分身でこの島に6人おる。それぞれは私に必要な要素のエキスパート、6人合わせて私1人分の人格者が労働力は6人分ということで、つまりね、ヨーク1人ではベカパンク1人と言えないんです。6人で一体なんで。まあでもヨーク釈迦をお釈迦にしましたよ。謹慎ギャグいいんですよ、今この序盤で出さなくて、はいはいはい、たくさんの人が見て前半でそれ出されると、まさにアンチコメント溜まってから後半で言うんだったね、うんうん、ね、ドクターベカパンクはこの世界に一人でいいよねという言葉って、はい、サテライトって6人でベカパンク1人分に相当するわけですから、うん、今後はステラ以外の6人でやっていくっていう意味にも捉えられますよね。なるほど、 AI の反逆みたいな話だな。そう、まあ、ただそうなると説明できないような部分もたくさんあるのも分かるんですよ、はいはい、ヨークの犯行を追っていけば見えてくるものがあるので、ちょっと順を追って説明していきます。はい、エクエット失踪事件。今回1077話でデカパンクを捉えて釈迦を撃った犯人がヨークだったってことはもう確定ね。他にどんな犯行をしていたのかと、まあ、過去の描写を振り返りながら説明するのですが、まず最初にエッグヘッドできな臭い話が出てきた、覚えてます？1068話、 CP0 が到着した時の話です。そうですね。エッグヘッド失踪事件と聞いて心当たりあるよな。2ヶ月前にサイファーポールナンバー5の船が一隻、2ヶ月前にサイファーポールナンバー7、2週間前にサイファーポールナンバー8、ここ2ヶ月でエッグヘッドを訪れた政府の船は一隻も帰還していない。ということで、世界政府の船がエッグヘッドに来るたびに、なぜか来ることはできるんやけども帰り失踪しちゃうんだよ。そうですね。この件について1077話で触れられていたんですけども、どうにも真相がわからない感じなんですよね。まあでも閉じ込められてる人たちがそうじゃないですか。なんでこれ閉じ込められたって
ていうか、その真相自体は分かってなくないですか。なるほどなるほど。返したっていいよね。まあ確かに。だって疑われないようにするためには、うん、もっと仲間のふりしとくためには返した方が本来いいわけ。返すべきよね。そう。でドクターペカパンクは空白の100年を研究しているっていう、まあ、チクリがあって、うん、で真実の確認に CP5 が派遣されたが、まあ証拠は見つからず、エッグヘッドを出たフレは謎の失踪、さらにその解明のため CP7 CP8 が続いたが、政府への帰還したものいなかったということなんですね。確かにヨークが普通に政府に協力してんなら、一体なんでそんな回りくどいことをしてるのかってことですよね。そうなんですよ。むしろ怪しいと。そう、ペカパンクは幽閉された地下の部屋にサイファーポールの人間がいたんで、ヨークはこの失踪事件に絡んでいることはまず間違いないんですが、はい、目的ちょっとなんか動機と合ってなくないですかみたいな。まあ確かに不思議ですね。そう、なんなら天竜人になりたいヨークが世界政府の人間を拉致するっていうのはマイナス効果でもあるよね。はい、その辺どう思います。サイファーポールがとにかく無能ってことだけは分かります。簡単に捕まっちゃうぐらいですからね。そうですね、はい、まあ、その無能かどうかにするとなんでかって動機の部分をちょっと推理してほしいんですよ、ダンさん、うんうんうん。いやだからあのかぶせてこないでちょっと天丼でね、ちょっとね本当は怖くなっちゃったけどね。でここに関して他にも謎が残っていまして、本来毎日1回体験と知識を同期しているわけですよね、うん、これなんで毎日1回じゃ同期させているのに他のメンバー気づかないんですか、はい、そうや、これおかしいよね、うん、明らかにさ、例えばですよ、普通のビジネスであってもバイトとかにも今日の報告書とかを書かせたりするやんか、はい、目が行き届かないところはね、うん、そしたらやってないことは報告できないんで結局サボっててもバレるわけやんか、まあ確かっていうように1日1回さ報告書を提出してもらったら、大体そいつが何やったか何が行われたかとか分かってくるわけじゃないですか。でそれを白紙で出したら絶対バレるでしょと。バレるよ。何かしらデータがなかったらバレるわけで、うん、そういうことであんだけ頭のいい科学者がいてバレないわけなくないとか思うんですよ。これに関しても全員共犯だったらと思えば説明がつくんだよね。全員知ってた上でしらを切っていたっていう説どうですか、はいはい、そしてさっきも言ったその動機が分からないという話なんですけども、うん、サテライトが天竜人になるために政府に対して力を示す必要があったと、そう考えたんですけども、そしてそのことがちゃんと伝わってるのがこちらなんですよね。理由1、ドクターはオハラの禁じられた研究を受け継いでその先へ進んでいる。理由2、オハラになかった戦闘力がエッグヘッドにはある。ということでしっかりと政府に対してエッグヘッドの武力を示すことには成功してるんですよね。そうですね。おそらくですけども1度目の連絡の時っていうのは、うん、まともに取り合ってもらえなかったんじゃないかと。なかなか天竜人に信用を置いてもらおうと思ったらなかなかでしょ。3ヶ月前その政府上層部に一度連絡を入れた後、はい、まあ、エッグヘッド失踪事件があって直近にまた連絡していると、まあ、あえてこういう描写を入れてきたということはそのこと自体に意味を絶対持たせているわけですよね。政府の下っ端の人間がいくら来ても無駄だ、我々は力を示したぞ、まあ、裏にはこういう言葉が隠れていてもおかしくはないんじゃないかと推理しました。確かに。そして政府上層部に電話しているこの人間、状況から見てヨークだって思いますでしょ。でも喋り方があまりにもちょっと違う感じがするんだよね。一人称普段なんて言ってます、ヨーク。値。そう、値って言ってるんですけども、うん、値っていう人の喋り方じゃない気がするんですよね。そうね。これはヨーク単独犯じゃない根拠の一つかなっていうふうに思っていて、まあ、例えばシャカとかピタゴラスって丁寧な口調とかしっかりした口調だから外交担当みたいな、実際ドラゴンとも電話してたしね。そして他の犯行についてなんですけども、次に起きた事件といえばフロンティアドーム解除事件、これがあったからねルッチたちは来れましたからね。そうです。現在ベカパンクや麦わらの一味 CP0 を閉じ込めているその元凶なんですけども、うん、これもですね状況から考えて間違いなくヨークの仕業だと思います。目的としては CP0 にくっついて勝手に侵入してきたと思われたセラフィムたちこそがまあ狙いと。現在セラフィムがメインでサテライトや麦わらの一味とまあ戦っているわけですよね、うん、こちらのコマをご覧ください。はい。フロンティアドームが解除された瞬間のシーンです。なぜ、誰がやった、どういうつもりだ、コントロールルームに誰かいるのか、いいえ人影はなしということで、よく見てほしいんですけども、ここヨークいるんですよね、ちゃんとね。そしてコントロールルームに誰もいないということもちゃんと言及されているので、はい、これこそ共犯者協力者がいなかったら成り立たないんだよね。今のところ有力な説としては S シャークがスイスイの実で解除した後地面に潜ったということも考えられるんですけども、うんうん、サテライトたちが一芝居打ってると考えてもおかしくはないんですよね。確かに。ここに来てなんか殺戮兵器っぽいセラフィムにそんななんか頭脳戦みたいなこと
と刺すかなと思ったらちょっと違うと思うんだよな。この時にヨークの考え、今回の説で言えばそのサテライトたちの考えとしては、五老星が迎えに来るまでの間 CP0 の攻撃をかわし、偶然やってきた麦わらの一味に邪魔されずステラの暗殺を決行することだと思うんですね。だからこの時点ではステラや麦わらの一味を欺く動きをしているんじゃないかと考えられます。なるほど、はい、そして次の事件ですよ。ステラの失踪、フロンティアドーム制御不能、はい、なんとこの時もヨークはみんなと一緒にいるんですね。なのでおそらくヨークが直接ステラを誘拐したのではなく、実際にはセラフィムが実行したのかっていうこともあり得る。ここで気になってくるのはやっぱり意見順位なんですね。そうなんですよね、はい、チップ所有者の上に戦闘丸がいて、その上にステラプラスマサテライト、はい、まあ、一番上はねゴロセなんですけども、この2番目のドクターベカパンクにステラプラスサテライトっていうところが直近なんでね、はい、内部的な序列があるんじゃないかと、そのヒントとなる描写が釈迦の発言です。私の命令が通らないということは、この命令を出したのはベカパンクということになる。この発言から考えますと、2番目の序列の中でもさらに内部的な序列が、少なくともこの時点でサテライトよりもステラの方が上であることは分かりますね、うん、ただ他のサテライトたち同士で、まあ、序列があるのかどうかはちょっと分かんないんだよな、はい、単純に読み解きますと、ヨークの命令を釈迦たちは上書きできなかったということなんですね。あり得るのかな、ヨークそんな一番高いと思わんけどね。まあね、でもまあ普通に考えてサテライトの中で順位をつけるのかっていう話にもなってくるんだけど、はいはい、つけるとしても釈迦が一番上にする方が良くないですか。まあそれはね、ね、ということはヨークの意見順位が釈迦よりも上ということはもう考えられないね、うん、それはね。ベカパンクもしくは五老星の命令だとも考えられる。とはいえステラはまあ捕まっちゃってますし、五老星まだ来てないのに、それはありえないでしょと思うでしょ、そうするとこの考えられるのは、ヨークがジェイガルシアサタン星の意見チップを持っていた説。意見順位の中にある4番の意見チップ以外は人の声に反応していると考えられますけども、はいはい、1番の意見チップ、2番の意見チップも実はすでに存在していたとして、それをそれぞれに対応した人に渡しているという可能性はあるよね。それに関連する話なんですけど、皆さん、はい、このコマは覚えていますでしょうか。ドフラミンゴのお父さんドンキホーテホーミング星が、まあ、天竜人を抜けようとするすごいシーンなんですけども、はいはい、天竜人の照明チップを回収しますってちゃんと言ってるんですよ。へえ、はい、これもしかしたらセラフィムへの意見順位も兼ねたチップである可能性なくないですか。ああ、なるほど、ね、これめちゃくちゃいい、これいいシーンですね。だとしたら五老星が持っている1番の意見チップがヨークの手に渡っているというのも可能性としてあり得るんです。だからヨークも天竜人になれるって本気で信じてるんや。はい、そうじゃないと説明がつかないんですよね。まあそうね、ステラ以上の誰かが命令したことが確定している中、ステラは東国、五老星は現地にはいないわけで、となればこのぐらいの可能性しかないんですよね。そしてもう一つのフロンティアドームの制御不能に関してなんですけども、これ完全に時間稼ぎちゃうかと、キザルも言っていましたよね。麦わらの一味がベカパンクの味方を、じゃあ脱出は容易だね、だがおそらく想像通りの結果にはならないねよ。だからこれはもうある意味このフロンティアドームが閉まることを予言してたというか、はい、ということでですね、麦わらの一味がベカパンクを逃がそうと思ったら本来脱出は簡単だと、ただ実際には味方内に裏切り者がいて脱出までの時間を稼ぐことができているからこそ、キザルはしっかり軍艦の用意が間に合ってできたんだと。そして次に起きたのがセラフィムによる直接攻撃。現在セラフィムとの対決が描かれていますけども、ここでヨークが一度 S スネークに石にされてしまったことで話がややこしくなってんだよね。確かに、おそらくこのデスゲームの容疑者候補から外すためにわざわざ自ら一回石になったんじゃないかと考えられる。でその後解除してもらったとは思うんですけども、犯人がそういう演技をしてくることが分かった以上、他のサテライトたちの描写も演技であってもおかしくないんですよね。まずはピタゴラスが被害に遭うものの、頭部だけが別パーツでポンって取れたような形で復活しましたよね。でもそもそもこの時に早く S スネークが襲ってきたって言えばよかったのに、ピタゴラスはこう言ってるんですよ。何があった、敵がいるのかと聞かれたのに対して、いえそれが不可解で、そんなわけないんですけど、でも見間違いとは思えずと言って、誰だよ早く言えと突っ込まれてるわけですよね、はいはい、その次のコマでも、我々の設計ミスなんでしょうか、んヨークはとわざとらしく何も言わずにヨークが近づく時間を与えているんですよね。確かにな、そういったことも怪しくも見えてきちゃいますし、リリスはバブルガンで S スネークを抑えることにね一時こう成功してるわけですよ。でも結局石化されちゃいましたとそうです、ね、実際ヨークが石化から解除されているんで、リリスもまたちょっと怪しさがある。まあ、石化したからといって白じゃないと思う。そうです、ただこれらの演技が一体誰を騙すためなのかっていうのがポイント、ちょっと一つ答えをね見つけちゃいました、はい、釈迦だけが
カパンクの味方。いじめられてんの？サテライトの中で。そう、ちょっとハブられてる。やっぱり。サテライトたちはカメラに見張ってる釈迦の裏を描くためにずっともう連携取って演技をしてると。つまりサテライトの中でも釈迦だけがベカパンクの味方なんじゃないかと思います。ちょっと察してるからもうすぐ死ぬだろうって言っとった。そうね。まあ今までうちはその釈迦が裏切り者だということと結構展開してきたわけなんですけど、今回はその真逆ですよね。今まで釈迦の言動だけがサテライトの中でもちょっと違和感があったわけで、はい、釈迦が裏切り者だというふうに思っていたわけなんですね。で逆に釈迦以外が裏切り者だったからこそ釈迦一人に違和感を覚えたと言っても過言ではない。確かに。そして最新話のヨークのセリフを思い出してください。天竜人になりたいと言ったヨークに対して、あんな汚らわしい人間になりたいじゃと。釈迦ならそういうね、もう死んじゃったけど、あはは、ということで、なんで釈迦だけ。確かにね。は、他のみんなならじゃなくって釈迦ならって言うんですよ。これが結構最大のヒントになるんじゃないかと思っていて、逆に釈迦だけ味方してると思える描写はないかと思って読み返してみたんですけども、はいはいはい、そしたらこのシーンがちょっと怪しく見えてきました。こちらです。守るべきはデカパンク7人プラス何人だ、君たちの判断に任せる、ステラだけは守ってくれ、このセリフなんですけど、なるほど。改めて見るとサテライトの中に裏切り者がいることを確信してるようにも思えるんだね。確かに。どこに何人裏切り者がいるかわからないから、君たちの判断で守るか倒すか決めてくれと。もう一つ怪しい描写といえば、ルフィのインカムが壊れたシーンですよね。はいはい、耳によ、あいつらの声が入ってこなくなった、さっきまで耳にあいつらの声が聞こえてたんだけどよ、俺が壊したわけじゃねえのにと思うんだけど、本当にぶつけてねえし、どこにも。わざわざ2つのシーンで壊れたことを強調するわけですね。これプラス、うん、監視カメラのカメコが壊されたことによって、はい、サテライト全員の動向がまあ分からなくなってしまったわけですよね。深読みしすぎかもしれませんけども、うん、これもヨークだけじゃなくて全員というのが怪しく見えてきちゃうんですよね。まあ、なんなら先ほどそのヨークがジェイ・ガルシア・サターン星の意見チップを持っていたというふうにまあこう推理しましたけど、うん、ヨークとシャカ以外の4人のサテライトもそれぞれ一つずつ五老星の意見チップを持っていたという可能性はないわけじゃないんでね。だとしたら五老星無能やけどね。そんな自分の切り札になり得るセラフィムの意見チップ、うん、全部渡したら結構バカやで。俺が怒られてるみたいな雰囲気になります。それはちょっと厳しいんじゃないかなと思うけど、はい、まあでもですね、そういったことで事件を紐解いていきますと、はいはい、犯人はヨークだけではないということ、シャカはベカパンクの味方であることが考えられたわけですけども、うん、そうなってくるとシャカのこのセリフってめっちゃ意味深でしょ。私はもうすぐ死ぬだろう、お前に聞いといて欲しかったのさ、ドラゴン。シャカを殺そうとした犯人であるヨークが天竜人になりたいと言っていることと、天竜人を倒そうとしている革命軍のドラゴンに聞いてほしいと思うこと、全くの偶然だと思いますか。天才っていうのはな、自分の未来も見えてしまうものなんだ。言っていたことからも、サテライトの中に政府に情報を流して裏切ろうとする人間がいて、なおかつそれはヨークが天竜人になろうとしているということまでもある程度分かっていたんじゃないか、シャカは。もしそこまで分かっていたんだとしたら、今回本当にシャカがやられてしまったんでしょうか、はい、ということで一から改めて推理してみたところ、まだ事件は終わっていないんじゃないかという考察でございました。よーく考えられた考察ですね。ヨークギャグそんな好きな。ただね、どうしてなのか気になるのが、そのデカパンクとヨークの意見が真逆に食い違うことなんだよな。そうですね。天竜人になりたいというヨークのその欲に対して、天竜人を汚らわしい人間って罵って否定しているデカパンクって、本来どっちも人格同じなのに真逆の人格を作り出しちゃうっていうのはないはずなんだよね。自分から切り出したものを分けてるわけだから、少しちょっととんでも妄殺最後ちょっとしちゃうんだけど、ロックスの欲って実は入ってない。ロックス、そう、天竜人っていうのはまあ世界の王ですよね。でロックスが目指してるのも世界の王だったわけですよね。まあ、ロックスがかつて天竜人やイム様のような地位を求めていたのなら、その欲が少しでもヨークに入り込んでいたら、今回のような暴走もありえるんじゃないかなと。まあ、ロックスはゴッドバレーで負けたとされてますけども、まあ、その後どうなったかまではまだ触れられておりません。まあ、死んだのかインペルダウンに収監されたのか、それは分かっていませんけども、科学者というのはかつて200年前にマリー城に攻め込んできた鉄の巨人、ステロと言われて隠し持っているような、まあ、人種なので、まあ、ロックスの体も研究していてもおかしくないんじゃないか。まあ、だとしたらその時に漏れ出したロックスの欲というものがヨークに入り込んで、これからヨークの体を使ってロックスがある種このように復活するともあり得るじゃないか。実際に生物の欲はもう制御できないって言っていたし、ちょっと忘れがちな描写なんだけど、今ボニーはそのクマの記憶というものに触れてたりするよね。目に見えないものを取り出すことに成功してるんですよ。そうね。じゃあその欲という目に見えないものもどこかしらには存在するんじゃないかと。なるほど。それがその欲の中に入っているんじゃないかってことも考えております。
はい、ということで本日の考察はいかがでしたでしょうか。面白かったです。はい、皆さんの考察や感想もぜひコメントなどで聞かせてください。はい、面白かったかというと今すぐ高評価、そしてチャンネル登録をぜひ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 お願いいたします。お願いします。そして、概要欄に僕たちの各種 SNS が貼ってあります。ビゴライも最近始めまして、ぜひ、生配信も聞きに来てください。よろしくお願いします。それでは See you. バイ。「僕を困る」